クリスチャののり道をお聞きの皆さん、こんこにちは。笠原と言います。今回は「思いを超えた祈りの答え」というテーマでお話をさせていただきたいと思います。で私のおばあちゃんの話をさせていただこうと思うんですがで私は小さい頃何度か入院することがありましてでその入院してる間もすごくですね、えっと、親切にお世話をしてくれた。 そんんなおばあちゃんでしたで非常にそのおばあちゃんのことを私は好きで,で結構懐いていたんですけれどもでそのおばあちゃんのために私が祈っていたことがあります。でそれはどんなお祈りだったのかというとおばあちゃんがイエス・キリストの十字架を信じてそしてこの救われて永遠の命を持ってもらうそういうことをですねこの祈っていました。 要するにおばあちゃんがこの十字架を信じて救われるようにというそういったことをですねずっとこう祈っていたんですねしかし何度かそのイエスキリストの十字架のことをおばあちゃんにお話ししたんですけれどもまあ,あのその度その度こうちょっと受け入れていただけないというかふわっとこうはぐらかされるというかまたそういった形で、えっと、年月が過ぎていきました。 ただ私が、えっ、ー、と、いつの日かですね、きっと私を通して神様はおばあちゃんを救いに導いてくださるんではないかという、そういう思いがですね、非常にこう強く、強く、本当に強くですね、この思いのうちに、えー、与えられていたことがあったので、ずっとですね、そのためには祈り続けていたんですね。もう何年も何年もおばあちゃんが、 救われるよううううにというそういいうそお祈りをしし続けていきましたただ一向にそういう気配はなくてもうどうなっちゃうんだろうってですねもう救われていかないのかなとかですねそんなふうにこう思うようなこともありましたけれども、まあ、ともあれあのずっとですね祈り続けていったんですねでそんなある時に実はおばあちゃんがですね、えー 足だったと思いますけれども骨折をしてししてままいましたもう高齢であるっていうこともあってもう骨折をしたということで周りの人たちからは「あもうこれはえもう病院に入院してねで入院してしまったらもう退院することができずにそのままあこの天国に行ってしまうんじゃないか亡くなってしまうんじゃないか」というようなねそんな話がこの出てくるほどでした。 で私はまだですねそのずっと祈っていた祈りの答えを見ていませんでしたその祈りの答えというのはおばあちゃんがイエス様を信じるようにというこのお祈りですでその祈りの答えをまだ見ていなかったんですけれどもある時にですね今日病院に行きなさい今日お見舞いに行ってイエス様のことを伝えなさいっていう思いがですね私の思いのうちに心のうちに強く与えられてきました そこでその病院に行くことにしたんですけれどもそうしましたら、えっと、ちょうどですね病室にはおばあちゃんしかいないそして私とおばあちゃんと二人きりというシチュエーションがそこで与えられたんですねそして私はそこでですねおばあちゃんにイエス・キリストの十字架を信じないイエス様を信じたら天国に行くことはできるよっていうことをですねこうお伝えしたんです そうしたらですねびっくりしたことにこれずっと祈っていた祈りの答えだとはっきりそこで分かりましたけれども本当にスムーズに今まで拒んでいてはぐらかされていたんですけれどもその時はですね本当にスムーズに「うん」ってうなずいてですねそして一緒にイエス様を信じるお祈りをしてくれたんですですごく嬉しくてですね ああ祈りに応えてくださった神様ってですねそしておばあちゃんがこのイエス様を信じたっていうですね本当にこう嬉しかったんですけれどもで実はそこまで祈ってきた祈りの答えを私は見ただけではなくて思いを超えたたが起こってきたんですそれは何かというともう骨折して退院することはできないっていうふうに周りからは言われていたにもかかわらずですね イエス様を信じたおばあちゃんはその後、骨折が癒されて自分で歩くことができるようになってそれから数年間、えー、と自分の足で歩いて生活することができるようになってそしてね、えー、とその期間楽しい期間を持つことができてそして天国に帰っていきましたで私はイエス様を信じてほしいっていうことでですねずっと祈ってきたんですけれども その時に起こった出来事は救われるっていうことだけではなくてその祈りの答えの私が祈ってきた祈りの,そのもっとはるか上をいくというかですね思いを超えたこの祈りの答え癒しっていうことをですね見ることができましたで本当におばあちゃんはですね実際自分で歩いてそして喜んで笑顔でいるおばあちゃんを見てですね 私はその中で、あ、本当におばあちゃんはイエス様を信じてくれたんだなっていうことですね。この改めてそこでこの感じることができる、そんなことをです、ね、体験することができました。えっと、救われるということとともに、癒しを受けるということをですね、目の前で見ることができて、私は本当に神様にこの感謝しました。思いを超えた祈りの答えを見ることができてですね、本当に感謝します。 今日はここまで聞いてくださってありがとうございました。またお聞きください。さようなら。